7月22日茨城県水戸市茨城県営球場。この日茨城アストロプラネッツと神奈川フューチャードリームスの公式戦が行われました。この日は JU 茨城特別協賛試合。アメリカンデイと題し、球場外ではアメ車が展示されました。7月22日はナッツの日ということで、ご来場様先着150名様に豆の池の上様より茨城アストロプラナッツをプレゼント。さらに福岡ソフトバンクホークスへ移籍のダリエル・アルバレス選手のサイン会が試合前に行われました。これボルグリーンボール、はい、スイカでございます。スイカ選手たちに食べるんですか。うん、プレゼント。勝ってくださいね。勝ちます。はい、頑張ってます。ダリエル選手おめでとうございます。そうですね、まあ、そうですね、まあ、僕も同じように NPB 行けるように頑張ります。そうですね、はい、続きますか。そうですね、続きたいです。頑張ります。お願いします。はい、頑張ってプラネッツ。おー、ありがとうございます。オープニングイベントでは水戸商業高校チアダンス部ブルートゥインクルズのダンスパフォーマンス、そしてベガスダンサーズのパフォーマンスも。 JU マスコットキャラクターゴグマのマー君も応援に。今回アストロプラネットを応援したいと思いますので、一日よろしくお願いします。頑張れアストロプラネット。ありがとうございます。そしてアルバレス選手からファンへ最後のメッセージ。そうですね、まあ、すごく素晴らしい経験でした。初めて日本に来たので、茨城県すごく、いい生活をしたので、すごくいい仲間、すごくいいチームができたので、あと熱い応援にも、本当に、最後投げていました。はい、ここでアルバレス選手へサプライズ。Sigue así, adelante, cosechando éxito, nunca te des por vencido, deja que el mundo reconozca tu nombre. La disciplina, sobre todo, y principalmente por el respeto.茨城アストロプラネッツ対神奈川フューチャードリームス、いよいよプレーボールです。この試合のピックアップ。この試合で5本もホームラン、すべてお見せします。1回ノーアウト1、2塁、山中隆之。3回の裏、この回先頭の瀬野克也。そして2アウト1塁から寺島和也。山中選手、
2点リードの6回の裏、ワンアウトから安田利明。10対8、2点ビハインドの最終回、この回先頭の上田正宗。茨城アストロプラネッツ、惜しくも試合は1点差で敗れました。まあ、初回3点取られたんで、まあ、なんとしても、ね、追いつきたいという思いがあって、とにかく風も吹いてたし、まあ、思い切り勝ち上げようみたいな感じで打ったのが、まあ結果的にホームランだったっていうのは良かったです。今日負けちゃったんで、次は絶対勝ちたいですね。もうその思いだけです、あとはまだ4連戦の1戦目なんで、もう一回勢いつけて頑張ります。ホームランありがとうございます。ナイスホームランでした。ありがとうございます。気持ちで持っていきました。ありがとうございます、はい、ホームランがたくさん見れてる。お客さん喜んでました。そうですね、やっぱ野手は、まあ、今日は全体的にみんな思い切って勝ちたいという思いでできたんで良かったんじゃないかなと思います。ね、勝ちたかったですね。そうですね、まあ、かなり悔しさはあるんですけど、けど、まあ、ここで勝っていかないと、まあ、優勝は見えてこないんで、どないか次の試合、まあ、こういう試合続くと思うんですけど、勝ち切れるように頑張ります。期待してます。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。GO GO プラネッツ。もう一度じっくり見たい方は、oen.tv をチェック。この試合は茨城アストロプラネッツの公式 YouTube チャンネルでもご覧いただけます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。この番組は、ご覧の提供でお送りいたしました。